皆さんお久しぶりです。久々にチャコラジ収録しておりますえー、最近何をしていたかというと以前ちょっと何回目か忘れちゃったけどあの新しいラジオを始めるので「チャコラジこのラジオはもう不定期更新になります」って言ってしばらく更新してなかったんですよ。で、まあ、その最近は新しく始めたネーミングに関する特化型ラジオ ネーミング研究ラジオというものをついにね、配信始まりましたイエーイもう始まっております。あの、チャンネル登録、当初ね、60人ぐらい私がまだ何にも配信始めてない頃に60人ぐらい登録してくださっていて、で、多分、その方々も徐々に、おなんか更新されているなって気づき始めている頃だと思うんですが、まあ、徐々に聞いてくださってる方増えていて、ありがたいです。 ま本音としてはもうこのチャコラジェなんて今すぐ聞くのをやめて <laughs> ネーミング研究ラジオネミケンの方に飛んでってほしいんですけど <laughs> まあちょっと今日はねその今まさにそのネミケンラジオのなんか制作中なんですよまあずっと制作してるんですけどその今ね作業つまり収録した後の編集とかあとまあネーミングを私は日々収集してるんですけどそれの整理整頓とか を、まあ、私は作業と呼んでいるんですが、それのね、難しさについてちょっと今日喋りたいわけ。まあ、雑談なんですけど <laughs>。というわけで、本日のトークテーマは、作業用 BGM が難しいっていう話でいきたいと思います。えーまあ作業用 BGM っていうのをよく、まあ、なんかタグとかでもね、ありますけど、そのなんか作業してる時にかけっぱなしにしとく勉強とか家事とかいろいろあると思うんですけど、その時の なんか耳から入れる情報なんですけど、それがね、私は結構さ、あの、なかったら集中できないというか、こう、なんでしょう、やる気にならない、入り込めないし、で、あったらあったでさ、これマジでさ、私だけだと思うんですけど、あの、あったらあったでね、ちょっと気が散る時があるんですよ。でも、なんか自分の、そのなんかテンションとか気分とか、 ま、その日のなんか、いろいろあると思うんですけど、そういうその日のコンディションと、自分の選んだ作業用 BGM がめっちゃ噛み合った時は、死ぬほど集中できるんですよ。BGM がない時とは日にならないぐらいめっちゃ入り込めるんですね。で、私は、その、常に入り込めるようにしたいんですよ、本当は。そんな日によってまちまちみたいなギャンブルみたいなやつやりたくないので、 この BGM をかけたら必ず集中できるっていう風になりたいんだけど、絶対そうはいかないっていう悩みがあるので、今日はそれを解決する案を模索する回です。よろしくお願いします。はい。あのー、昔ね、作業用 BGM をなんかこのラジオとかやる前に、なんかかけてたとか探してた時はね、ニコニコ動画で作業用 BGM っていうタグが、タグがあるんですよ。 なんかそういういい曲を繋いだね、メドレーとかでなんか5時間ぐらいある動画とかにね、音楽だけが乗っかっていて、それを永遠にかけておけるっていう動画とかあったんですけど、なんかさ、面白いのが、そのタグと、あの、併記されていて、一緒に横並びにあるタグでね、作業妨害用 BGM っていうタグも一緒にくっついている動画があって、それはさ、例えば夏メロ、懐かしいソンソングじゃねえ、懐かしい歌を、 ばっかり集めた、例えば90年代のヒットメドレーとかがあるとするじゃないですか。<laughs> そしたら、みんな懐かしくなりすぎちゃって、そっちが勝っちゃって、あの作業とか勉強とかね、やりたいことに集中できなくて、動画にコメントしに行っちゃうとか、その懐かしい曲のことを調べちゃうとか言って、えーと、結局作業用 BGM になってなくて <laughs>、やりたかったことが妨害されてるよねっていうタグなんですけど、まあそういうなんかね、 シャレの効いたタグなんですけど、もうまさにそれで日々、妨害されちゃうんですよね。曲の方に意識がいっちゃうとか、音楽に意識がいっちゃうっていうのは本末転倒なので、なんとかしたいんですよ。で、今まさに、その最近で言うと、私はですね、さっき言った通り、ラジオを作ったり、編集したりか、あとネーミングのね、あの、収集して、そのデータを、データベースを整理するっていうのを作業としてるんですけど、で、 自分でこれ悩み始めてからたの、たまにうまくいくって言ったんですけど、どういう時にはうまくいって、どういう時にうまくいかないのかっていうのを、なんとなく意識するようになったら、ちょっと傾向が見えてきて、あれこれ必勝法わかるんじゃねってちょっと今思ってるんで、まあ、微暴力的に喋るんですが、あのですね、3つぐらい要素があると思ってて、要はね、 作業用 BGM って一口に言っても、なんかいろいろあるわけですよ。ヒーリングミュージックとか、あの、オルゴールばっかり流れてるとかさ、なんか、あのー、なんでしょう、岩盤浴に行ったらかかってそうなさ、さ鳥がピョピョピョピヨとか、なんか川のせせらぎちょろちょろーみたいな、ああいう環境音的なやつもあれば、私のように、なんか、ポッドキャスト、ラジオとか、そういう人が喋ってるのを永遠に流すっていう、えー、やつもありますよね。そして、まあ、普通になんだろう。 あの、音楽。曲ですよ。楽曲ね。で、曲にもいろいろあるじゃん。あの、洋楽なのか、日本語なのか、その、ロックなのか、アニソンなのか、とかさ、歌詞ついてるのかついてないのか、とか、いろいろあると思うんですよ。テンポが速い、遅いとかね。なんか、チルっぽい曲とか、なんかいろいろあるじゃないですかで。そういう要素がある中で、どうやってそれを選ぶのかっていう問題なんですけど、 自分がやりたい作業とか、あと、自分のその日の体調とか、テンションみたいなものによって、えー、聞くものをね、変えるべきだと。やっと気づきまして <laughs>。これみんな分かってやってんだろうな、ちゃんと、創作とかさ、クリエイティブやってる人って。あの、私的にめっちゃ大事だなって思う、その、作業用 BGM を、 の選び方に関わる要素。三つあって。一つ目がね、目的。で、二つ目が、扱ってる情報。で、三つ目が、テンションです。ちょっと順番に言っていきたいんだけど。あのさ、これはマジで、難しいんですけど、あの、一つ目の目的っていうのは、例えば、その、ゴール。これが終わったら作業終了ねっていう、あの、時間とか、作業量。 とかの目途をつけておきましょうみたいな問題にも関わってくるんですよ。っていうのも、なんかさ、まあ、別に曲だったらさ、シャッフルとかさ、あと無限リピートとかしとけばいいんですけど、なんか私さ、自分の何、何流れて欲しい曲を結構さ、あの、管理したい人なので、全く知らない曲とかが、あの、Spotify とかで完全に知らない曲とかが流れてくると、そっちに気がいっちゃうので、 自分のなんか持ってる CD とか、あの、買った曲とかの中だけで完結させたいんですね。自分の知ってる曲とかだけでやりたいと思うと、あのー、3時間の作業なのに、そのプレイリストが1時間しかないとさ、3周することになっちゃうじゃないですか。だから2周目ぐらいだ、ぐらいでもう飽きてくるんですよ。で、3周目になると、あ、もうさっき聴いたわってなって、もう一瞬で集中力切れちゃうんですね。 で、また新しいプレイリストを探してると、もうその間に集中力切れるんで、だから、3時間でやる作業だとしたら、3時間ぐらい、えー、流しっぱにできる。それでリピートにならないくらいのプレイリストとか、なんかそのアーティストみたいなのを決める。ラジオならラジオで、なんか私あれをよくやるんですけど、なんかね、溜めて聞くんですよね、私。ポッドキャストとか。あの <laughs>、 ショートエピソードのラジオ番組とかだと、あの、例えば20分の番組だとしたら、3本聞いたら1時間なんですね。だとすると、なんか最近そのラジオあんま最新回聞いてないなと思って、あ2本更新されてるなと思って、じゃあその番組聞こうって思ったら、えっ、ー、と、2本だから40分しか聞けないわけですよね。 この作業が40分以内に終わればいいんだけど、2時間の作業だったら全然足りないんですよ。いや、他のポッドキャスト聞けばええやん。他のラジオ聞けばええやんって思うかもしれないですけど、で私これがね、あの、病気なんですけど、なんかさ、その日は <laughs>、今からこの人の番組聞くって思ったら、ずーっとその人の声が流れてないと嫌なんですよ。なんか、一番組ごとに、 じゃあ次この番組はいこの番組この番組って変わっていくの嫌なんですねそのなんかリズムが全然違うから各番組によって BGM があったりなかったり喋、えー、り手が一人になったり二人になったり効果音が挟まるのか挟まらないのかとかコメディなのか恋愛相談なのか学問の話なのかとか全然違うじゃないですかってなってくると集中力やっぱ切れちゃうので <laughs> 同じジャンルとか同じ番組をずっと聞きたいっていう欲求があるんですねだからそうなってくるとその自分の作業量に見合った、えー、とエピソードがたっぷりね最新のエピソードが全部あるなこの作業中に聞いても枯渇しないなっていうのを確認して流さないと,と後半になるとね集中力切れちゃうんでやっぱ作業量を把握しておくっていうのはめっちゃ大事だなと。 思っています、まあ、あと普通にもうちょっと広い意味の目的っていうのもあってあのー、作業って言ってもさ私本当に作業に入るの苦手あのねラがあるんですけど <laughs> その作業に入り込むということが目的の日もあるんですねつまりなかなか手につかなくてとか腰が重い作業をやらなきゃいけない時に自分が集中モードに入るための <laughs> えっと、それ自体が作業みたいな、ちょっとややこしいな、入れ子構造になってるんだけど、<laughs> みたいな、なんかさ、あの、作業をやること自体が目的ではなくて、その作業になんか入り込むための自分のなんかコンディションを整えるということ自体が目的の場合もあるんですね。ちょっと難しいんだけど。<laughs> うまいこと自分の機嫌を取るということが目的の場合は、なんかちょっと、なんでしょうね、アップテンポの、なんか、 <laughs> すごいハイテンポで、なんか明るいアッパーな曲聴くとか、そうです。それになってくると曲が多いかなとか、ま、喋りだったらめちゃくちゃなんか畳みかけてくるような、あの、話。テンポが良いラジオ番組聴くとか、そういうのかなって思うんですけど。あとなんだろうね、あの、インストで、そうですね、なんか、テクノポップみたいな、みたいなのも、 いいかも、そういう時は。歌詞ない方が、ある意味、そのモードに入りやすいというか、いうのはあるかもしれないですね。はい。というわけで、一つ目は目的によって聞くの、聞くものを変えるっていうことでした。じゃあ、二つ目ですね。二つ目は、扱う情報によって聞くものを変えるんですけど、これマジで大事で。えっ、ー、とね、扱う情報っていうのは、今自分がやってる作業がテキストなのか、えっ、ー、と、音声なのか、 とえっとまあこんなもんはさ当たり前なんだけどさ <laughs> えっと自分の音声のさ編集してる時にさ他の人の音声が入ってきちゃいけないじゃないですか。<laughs> っていうかラジオのさカット編集とかしてる時に BGM かけるなっていう話なんですけどまあでもなんかうっすらかけてたいとかいう時はあるんですよ。だからそういう時はその環境音みたいなインストのなんか あの、ゆったりしたね、かわいい感じの、なごやかな曲をうっすら遠くの方でかけとくと、ちょっと集中できたりはありますし、あと何でしょうね。でもさ、カット編集とかもさ、そんななんか私は本当にバシバシ切るとこ決めてるだけなので、あんまり、なんかノイズとかは気にしてないですね。話の切り替わるところはこことかさ、ちょっと無音が長いから切っちゃおとかいうくらいしかやってないので、そうなってくると、まあ、 トークは無理ですけどなんか音楽歌詞があるぐらいなら結構流しておけるんですねだからそういう時は何なんだろうな,なんかボカロ系とか聞くことが多いですねボカロめっちゃ好きなのでかなあのー、私最近好きなねボカロ P さんねあのミミさんローマ字ローマ字かうん MIMI でミミさんっていう方がいてめっちゃいいのであの花束とかあとねちょっと寝る前に聞くと泣きそうになるやつね抱きしめるまで。 ひらがなで抱きしめるまで。で、最後に句点が来ます。丸が来るんですけど。とかね、もう無限リピートですね。やばいですね。いやー、ていうかさ、重ねてとがやばい。重ねてとは、ボーカロイドじゃないか。歌うっていう、ちょっとボカロとは違う種類の合成、音声、ソフトなんですけど。いやー、最近のね、ボカロちゃんたちはね、もう、人の声にかなり近くなっている。でも人じゃないっていう、もう絶妙なところを言うくので、 とてもいい。耳馴染みがとてもいいし、もういい曲がめちゃくちゃあってさ、ほんとにいい。あとさ、あのね、ルーマー。ルーマーかな。あの、なんとかピカデリーさん、ちょ、っと名前ど忘れしたっていう、あの、あの曲とかもマジで無限リピートしてたり。あとさ、あれ、あれめっちゃいいっすよ。<laughs> えっとね、これ、あれ、ニコ道のあれなのかなえっ、ー、とね、惣菜発表ドラゴンだったっけ好きな惣菜発表ドラゴンこれ曲名ですよ。 <laughs> めっちゃさ、単調なんですよ、最初。ずーっと。なんだけど、好きなお惣菜の名前を歌詞にしてるっていうだけの歌。きんぴらとかさ。<laughs> エビフライみたいな。ハンバーグとかさ。<laughs> 大根、え人参とレンコンを炒めたやつ、それって、 それって、きんぴらかなーみたいな。それって、きんぴら、あ、きんぴらごぼうか。だから、人参とごぼうか。それって、きんぴらごぼうだね。きんぴら、好き好き。大好き。好き好き。みたいな。<laughs> マジで。小学生が考えたみたいな歌詞なんですよ。 <laughs> それマジで、マジで面白くて、もうバカ、バカすぎて歌詞が。でもいい曲なんですよね。曲が妙にさ、なんかシリアスな曲調で。ちょっと、あの、興味ある方、もう聞いてみてください。もうハマる方にはね、ドハマりするはず。ニコニコ動画のノリだなーっていうのがね、楽しいので、なんかそういうの、そう、なんか無限リピートできる系の曲とかは、なんでしょうね。頭使わなくてもできる作業の時にはいけそう。 で、あと逆に、なんかさ、タイトルとか考えなきゃいけないんですよ、ラジオの。各回のね。とか考えてるときは、えっ、ー、と、今編集してたラジオのエピソードから、なんかキャッチーなとこを持ってきて、で、タイトルってすごい短くしたいので、ラジオのタイトルね。だから、えっ、ー、と、この言葉はちょっとパンチが弱いから、こういう言葉とくっつけて、とか考えてるときに、 <laughs> あの、ラジオ番組とか聞いたらもう終わるので <laughs>、思考がそっちに持ってかれちゃうので <laughs>、そういう時はやっぱ歌詞のない曲とか、ちょっとスローなテンポの曲とかに切り替えますね <laughs>。それ忘れるとさ、マジで <laughs>。あの、惰性でラジオとか流してたら、おーやべやべやべってなっちゃうんで、<laughs> ちょっとそういうのは気をつけないといけないんですけど <laughs>。で、あとさ、えーとね、逆に人の話を聞いてた方が面白い作業、作業っていうか情報もあって、それは、 あの、サムネとかですね。要は、サムネ私絵描いてるんですけど、サムネとか画像を作ってる時ってテ、テキストじゃないからさ、なんていうの指を本当にひたすら動かしているだけなので、耳に入ってくる情報は全然ね、同時処理しても私は平気なんですよ。だから、そういう時は優先的に溜まってるラジオを消化してますね。あの、もちろんエピソード数がね、ちゃんとストックがあるやつ。で、あのね、 まあ私はなんだろう、本当ポ,ポッドキャスト最近ね、いっぱいちょっとずつあさり出してるんですけど、私の好みではですよ。あのね、一人語りのポッドキャストマジでよくて、ソロポッドキャストに限って私は結構、えっ、ー、と、この間さ、30、40番、もうちょっとかな、50番組ぐらい聞,聞いてというか、なんかその、 なんかね、おすすめエピソードだけを紹介してくれているサイトがあって、なんて名前だったっけラジオ、ラジオないんだっけちょっと、正しいの分かったら概要欄に貼っときます。そこのピックアップに出されている50番組ぐらいのおすすめエピソードを各番組一つずつバーって、もう無作為に興味あるやつないやつ全部聞いて、で、好きそうなやつだけ、あのー、何番組を個別でフォローして、 で、さらに、その、個別で聞いて、追加で2、3エピソード聞いて、よし、これなら、えー、今後も聞いていけるなっていうやつをもう厳選して、あの、今、<laughs> 番組死ぬほどフォローしたんですよ。で、最近はそれを、えー、それぞれの番組を、あの、エピソード1から、ちゃんとな、なんていうんですか、遡って聞いているので、まあ、しばらくラジオ番組には困らないかなっていう風なんですけど、で、中でもいいのがね、あの、 えっと、ま,ちょまマジで脱線なんだけど、あごめんなさい、今、一 <laughs> 人で喋ってるポッドキャストがいいって言ったのに、ちょっと早速ね、二人で喋ってるやつ紹介してるんだけど、まず掛け合いがマジで面白くって、あのー、脳みそを全く使わなくて聞けるのが、平成マインドギャル、ちょっと待ってね、正式名称思い出します。長いんだよな平成マインドギャルの TMIONEARTH っていう番組です。 これはね、めっちゃいい。これはね、なんか、言葉の、言葉のチョイスとかが面白いし、なんか同級生二人で喋ってるね、ポッドキャスト、あの OL さん二人がね、中学校から幼じみの二人でやってるポッドキャストなんですけど、まあ、掛け合いがめちゃくちゃ心地良いし、人の悪口言わないっていうのはね、めっちゃでかいのと、あと、何ですかね、最近の ものの話もする。平成ってついてるから、懐かしいものの話もするんだけど、最近あったこととか、最近取り入れた新しいトレンドとかの話をめっちゃしてくれるので、私さ、外に出ないからさ、<laughs> インドアな人だからさ、あ、なんか最近こういうのが流行ってるのか、とかさ、世界情勢そういう風に見てるんだ、みたいな。世界情勢っていうか、なんか最近の流行りものの話とかね、してる時のお二人の反応とかがめっちゃ楽しくって、そういうの聞くのは、すごくね、 刺激になりますね。し、作業の邪魔を全くしない。いい距離感。あとなんだろう。同じく、えー、っと、テキストを扱わない作業として、私がね、あのね、作業の息抜きに聞く時のポッドキャストもあって、それはなんかさ、私、それこそなんかに、に、庭、庭っていうかさ、なんか家の前にあ草がボうボうに生えてるエリアがあるんですけど、まあ、 休憩がてら、庭の草抜きをたまにしたりするんですね。で、そういう時に、その草ぼうぼうエリアのちょっと隣くらいに音量マックスにしてスマホを置いといて、えー、かけ流しにするのが、天気を気にする人のラ,ラジオ。ラジオ。ん字とオの間にちっちゃい図があるんですけど、ラジオっていうね。 え、youtube でもやってるらしいんですが、あの、開墾植物、塊の根っこと書いて、開墾植物っていう種類の植物を育ててらっしゃる、まあ多分インフルエンサーさんだと思うんですけど、私はこの人のことを全く知らなくて、このポッドキャストだけ知ってるっていう多分珍しいタイプのリスナーなんですけど、この方の、もうね、なんか、うーんーと、知らない、 あの、<laughs> 植物のさ、なんとかなんとかゼリアとかさ、なんとかなんとかなんとかニウムとか、知らないカタカナのさ、植物の名前を死ぬほど出してくれて、<laughs> わからないんだけど <laughs>。でも、スムーズに喋ってくれて途切れないし、なんか、言葉の何、何リズムとか、なんかテンションが一定なので、不快にならない。 そしてて音楽も適度に流れているっていう風でこのラジオは外で作業する時に聞くっていう,うにもうに大体決めてますね。これめっちゃおすすめとかあと何だろうねテキストを扱わない作業をしてる時にもう一個おすすめなのがねどれだっけああのね最近だったらこれ、うんとね、ポッドサイエンティストっていうなんか大学教授の先生がや,やられているこれは一人語りのポッドキャストで。 もうね BGM もないしたまに SE 挟まるんですけどでなんか論文紹介とかをずっとしてる番組でねこないだお便り送ったんですけど <laughs> い,ついつか多分読まれるのでちょっと楽しみに待ってるんだけどなんか科学科学的な文脈のいろんなちょっとキャッチーな人はなぜキスをするのかとかあのスポーツの応援には意味があるのかみたいなちょっとキャッチーなテーマとかの、えー、論文 を紹介してくれたりする番組でね。で、これ私今さ、紹介した番組、ちょっとラインナップ聞いていただけたら気づいた方もいるかもしれないんですけど、なるべくね、私ジャンル被らないようにしてて、例えばさ、その、何、OL 二人が喋ってる番組だったら、とかなんかその女の子二人が喋ってる番組とかだといくらでもあるわけですよ。似た系統とかがね。なるべく私ね、被んないように聞いてるかな。そのジャンルとか。 なんか、ノリがね、ニュアンスとかかぶんないようにばらけさせてて、それは、たとえ作業をしている時でも、あのー、ある種インプットなんですよね。話半分にしか聞いてなくても、知らないワードがあったりするとめっちゃ飛びつき、飛びつきますし、まあそれがね、作業妨害してるってことなんですけど、いや、でもなんか、 調べるまでいかなくてもあこの人なんかこういう時にこういうニュアンスの言葉を使ってたなとかいうのがなんかどっか頭の引き出しに入る気がしていてとかなんでしょうずーっと2人でその OL が喋ってる話を聞くんじゃなくてたまに科学の話聞いたり子育ての話してるラジオ聞いたりなんかその。 テック系の話してる番組とかさ、それこそ私がずっと好きなゆる言語学ラジオとかね、あれ言語学の話ですけど、みたいな、こう、かなりジャンルとか視野がバラバラの情報を取り入れたいなっていうふうに意識していますかね。まあ、飽きが来ないようにっていうのもあるし、ずっと作業してるとさ、なんかやっぱ凝り固まっちゃうんですよね。まあ、加えて私は外に出ないからさ。<laughs> <laughs> なるべく外界の何となく人の知見というものを取り入れるように気をつけてはいますかね、まあ、外に出る人だったらこんなことしなくてもいいんでしょうけどちょっと私はね無理なのでてか今ね居住環境的にね外に出ることがねめちゃくちゃ難しいちょっと本当に特殊な環境に今住んでるので余計になんか全然知らないジャンルのものを取り入れたいという欲がねすごいんだと思いますけど。 といううのでちちょっっっ長くなっちゃったけど2つ目がね扱う情報今自分が作業で扱ってる情報によって聞くものを変えるっていうことでしたはいラスト3つ目です3つ目の要素はテンションですテンンンンシショョですすによって聞くものを変えます、まあ、これはもう分かりやすいですよね自分がなんかすごい上がってる時はなるべくちょっとその何ですかね自分のあれに近いテンションの曲とか、まあ、ラジオ番組とかいうのを選びますね 曲だったらテンポが速いやつとか、ちょっと音がきつめの激しいジャンルのやつを聞いたり、あの、ツールとしてはね、あれがおすすめ。私、ボカロが好きなんですけど、ボカロをマジで好きな人はね、えっ、ー、とね、Android はわかんないけど、iOS で確実にあるのがね、ボカコレっていうアプリがあって、これ昔はね、なんかね、ニコニコ動画の動画が見れる、ただのアプリだったんですけど、 一年くらい前にさ、突然ね、何の告知もなく、ボ、ボカコレっていう風に、ボーカロイドの、えー、音楽を聴くアプリに、勝手に変わったんですよ <laughs>。私はボカロ好きだから、そのアップデートはめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ、それ以来このボカコレってやつを聴いてて、なんか、ほんと定番のボカロソングとか、なんか、なんか最近の流行ってるランキングとかが常に更新されて出てくる。 アプリで、私はこれを聞いてます。まあ、ニコ道よく見るので、ニコ道のプレイリストと同期できたりするのも良いですね。で、もうちょっとボカロハマってる人におすすめなのが、聞いてというアプリ。これはね、あ、アプリじゃない。ごめんなさい。ブラウザですね。ブラウザ版しかないんだけど、だからアンドロイドの人も聞ける。聞いてというアプリで、綴りはね、大文字の k に、あと小文字で iite、k-i-i-te、e、で、聞いてというアプリです。 これは、ええー、とね、もうボカロハマってて、最近の曲とか、えー、流行ってる曲はもう A は、自分でディグリタインや、という人におすすめのアプリで、あのー、なんでしょうね。明るい曲とか、楽しい曲とか、そのなんか、曲の雰囲気を入力したら、その雰囲気に沿ったやつを AI がおすすめしてくれたり、あと、タグとか、なんか再生数とか、 によっっっててめっちゃ条件絞って検索でできるんですよ再生回数が100件100回以下のやつでこういうニュアンスで、えー、このタグがついてる曲みたいなやつで選べるのでめっちゃニッチな曲にアクセスできたり早くアクセスできたりあとなんかブラウザ上で同時視聴してるようなみんなで一斉に何百人 何百人じゃない。何万人とかで一斉に視聴してるような、あのリアルタイム再生みたいな感じで、そういうのが演出されたりします。一緒にね、ここいいよねみたいなふうでスタンプ押せたりするんですよ。そういう機能があるので、ボカロの結構ガチ勢には聞いてがおすすめですね。でテンション上がってる時は、このボカボレめっちゃ聞くことが多いですかね。で、あとさ、テンション低い時どうするか問題。 なんですけどまずね低い時はあのね極論だけどまずはもうその時は作業やめる <laughs> マジでマジでそう本当は作業やめた方がいいでただもうどうしようもねえなっていう時あるじゃないですかその作業を止めたらさ間に合わないなとかいう時はもうなんかさちょっと寄り添ってくれるような 逆にテンション低いやつ聴くんですよね。一緒にもう落ちるところまで落ちようみたいな感じで <laughs> テンション低いやつを聴きますね。私音楽だったらさ、プレイリスト組んでるんですよ。あの、ネガティブみたいなプレイリスト組んであるので、昔っから。<laughs> そこの曲を <laughs> あのランダムで流したりするんですけど、あとなんかさ、で、テンション低い時にね、おすすめのなんかハックじゃないですけど、その、一旦やめるんですよ。 短時間でもいいから。で、やめて、飯食うんですね。飯食ったり、コーヒー入れたり、おやつ食ったりするんだけど、その、食ってる時とか、作ってる時にね、えー、一人喋りが上手な人のポッドキャストを流すのがめっちゃおすすめ。要は、ま、一時的に作業する手は止めるんですけど、その、無心になって、飯作ったりね、食ったりしてる時って無心になれるので、その時に楽しそうにしてくれる人を、 自分のなんか一モデルとしてちょっと置いとくんですよ。そういう意味で流しとくんですね。で、それでおすすめなのが、ちょっと最近聞き始めたので、まだまだ新参なんですけど、いやー、あのね、てか、めっちゃ前からね、気になってたんだけど、沼にはまるのが怖すぎて放置してた番組があって、それが、伊藤沙莉さんの、えー、再リークチャンネルっていう、えーえー、っと、番組です。伊藤沙莉さんね、あの、俳優さんの。 私、声で選ぶ人多くてさ、なんか、歌い手とかアーティストとか、その、俳優さんとかでも。で、サイリーさんは、あの、女王の教室の時から、声がいいな、この子生き残ってほしいな、って思ってた方なので、もう、この近年の活躍はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、で、えっ、ー、と、サイリーさんの、この、サイリークチャンネル、サイちゃんって略すらしいんですけど、サイちゃんはね、えっ、ー、と、オーディという別アプリ、 じゃないと聞けないので、私はそのサイリーさんの番組聞くためにオーディーを入れてあって <laughs>、今ね、2018年からのエピソードを1番からまた遡って聞いてるんですけど、めっちゃうまいね、この人えっ、ー、と、私が、ポッドキャストとかラジオ番組選ぶときの基準として、あの、最低条件としてあるのが、どんなに好きな人でも、あのね、フィラーがあると、泣く泣くその番組はもうね、切るんですよ。聞き続けられないから。 しんどいんですね、私。イライラしちゃうの <laughs>。フィラーっていうのが、あのーとか、えっとーとか、なんか、口癖ですよね。ちょっと気になる、まあとかずっと言う人いるでしょ。まあ、な々なでね。まあ、こういうことで、まあ、そうなるわけで、とか言われると、この、まあ、が気になっちゃってさ、話入ってこないんですよね。っていうのが嫌で、そういう気になるフィラーが連続する人は、それが癖になってるなーっていう人はもう私は気づいた時点で、フォローを解除しちゃうんですけど、今、 さっき紹介した番組さんとかはもうすべて、そういう気になるフィラーは一切ないです。もちろん言ったりするんですよ。ちょっととか、えー、っとあのーとか言うけど、連続しない。全然皆さん連続しない。ので、すごくね、ストレスフリーで聞けるの。で、さゆりさんの番組も一人で喋ってるんですよ。で、もうさ、喋ってる時 BGM ないし、本当に喋るだけなんですけど、フィラーないね。 しししテンポがががととててももよくくすごく楽しそうに喋るのがとっ,てもとっても、ね、耳が、ね、喜ばしいわけ、まあ、私のチャコラジもさ、比較的一人でなんかテンション上がったりしてずっと喋ってる番組ですけど、サイリさんののはもっと短いですし、私の番組よりね、20分ぐらいで終わりますし、それこそノンジャンルで好きなものについてとか、最近見た映画とかさ、自分が出てる え舞台とかなんかそういうのに限定して喋ったりするのですごくねおすすめ楽しい人の一人一人語りっていうのはその飯ちょうど食い終わった頃なんかエピソード2本ぐらい聞いた後になんかその人のうんテンションが映るんですよね半分ぐらいエネルギーもらうというかああなんかさっきまで落ち込んでたのがバカみたいだなって思えてきてあもうちょっとなら頑張れそうとかあと10分頑張れそうみたいになってくるので 気分が戻る。作業気分に移行できることが多かったり、あと10分頑張ろうっていう気持ちにさせてくれて、結局30分頑張れたとかね、よくあるので、何かテンションで、その気分がね、左右されちゃうっていう方にはめっちゃおすすめのハックです。なんならその、サイリークチャンネル <laughs> 伊藤サイリーさんの番組おすすめですので、ちょっと気になる方ぜひご覧になってください。はい。というわけで、今日のまとめ <laughs> えー、作業 BGM が難しいっていう話だったんですけど、まあ、ポイントは3つです。目的と扱う情報とテンションによって聞く、えー、曲とか番組を変えましょうねっていうお話でした。っていうかそもそもこの悩みがない人ね、多そう。<laughs> 何でもいいじゃん、そんな BGM とかっていう人もいるだろうし、BGM なんかなくても集中できるんですけどっていう人も死ぬほどいると思うので、 うーんとても需要のない回をね、収録した気がするんですけど。でもなんか、私みたいな悩みを抱えてる人も少なからずいそうな気はするので、ちょっと出してみたけど、どうでしょうか。<laughs> なんか好きな番組とか好きな曲、この、こういうプレイリストを組んでますとか、こういう聴き方をしていますとか、自分の機嫌の取り方として皆さんがなんか持ってる知恵とか知見があったらぜひ教えていただきたいので、 えー、よろしければ、ハッシュタグ、チャコラジとつけてツイート、ポストいただくか、えー、YouTube の方でコメントとかいただけますと大変嬉しいです。あと、よろしければ、ネミケンね、の方もよろしくお願いします。新しいラジオ、このように苦悩しながら作っております。楽しく作っておりますので、今のメインのね、創作というかね、あの、気合い入れて作ってるコンテンツは、 ねみなので、ぜひそっちも覗いてみていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。じゃあ次ね、もしかしたら年末くらいの更新になるかもしれないですけど、またなんか、あのー、今年一年のやつ振り返って、なんか忘年会エピソードスペシャル喋れたらなと思ってますんで、それが、 配信できたらいいな、されるかな、みたいなのをお楽しみにしといてください。それでは、またいつになるかわかりませんが、次回。さようなら。バイバーイ。ありがとうございました。最後までお聴きいただき、ありがとうございました。シャコラジでは、引き続き、皆さんからのお便りを募集しています。お便りは、ツイート、メール、 お便りフォームで受付中です詳しくはチャコラジの概要欄をご覧ください